マッドドックス RFB っていう武器なんですけども、なんか説明ちょっと画像で貼っつけようかな。もう多分今画面出てると思うんですけど、連射速度がとにかくまあ速いということで、まあ連射速度が速いイコール火力があるってことなんですよね。で、まあ、使ってみた感じ、えみたいな、あの速いのは分かるんですけどブレなくねみたいな、またこのパターンですだね、もうベータ版なんでいろいろねバランス調整がまだね行われていないということだったなので、ちょっとね今回のこの試合を通してね、このマッドドックス RFB をね使って、もうブレあんまないんで、今回のアタッチメントとしてはトリチウムサイトとファストマークとクイックドローのみなんですけども、グリップまあこの武器には存在しないんですけど、まあ十分扱えるということでね、ガンガンロングをさばいていってやろうかなと思います。結構ね連射速度が本当に速いので、 AR の中でも、近距離もね SMG に勝てたりするぐらい強いです。マジで強敵しかねえな。ボッカーン元気よく爆発してますが、左から上がっていくぞい。敵もパーティーだからな、味方も一応ね3パーティーぐらいの方々がいらっしゃると思うんで、ちょっとパーティーの方々に前押し任せながら戦っていきたいと思ってますけども、さあ食い込んでいくぜ。まず正面1枚抜いて、どっかにいるな、裏手かな、くそあいつ、あ待って危ない、ギリギリ、おっと味方来てくれたが、待ってすぐそこにいるよね、体力回復してから行くぜ。足元ナイスカバーありがとう。待って、でも近距離さばけたね。あの強みだよ、この強みがマッドドックスだよ。本当に SMG のように扱えちゃうんだよね。まあロング対応できる SMG と言っても過言でない。そこになんかシーカーのショックちゃんがいるから、ちょっと待ってね、一旦ここで時間を稼ぎつつ、安定感すげえなマジで。これでグリップラインって結構驚異的なんですよね。敵がどこから来るかだけども、外周はおそらく大丈夫っすね。センター詰めかなと思いますけど大丈夫かい。味方がタックデプロ置いてくれてるんで、おそらくはちょっと、うわ勝ててしまうんか、マジで完璧 SMG の距離感でしたけどね、勝ててしまうのがこのマッドドックスなんでございます。ちょっと待って、これリスポンやばいような気がするですよね。いやー一人じゃきつかったか、3枚相手はな。よーしタックデプロナイス、一旦あー外周から行くのもありだけども、もう正面突行きましょうか。頭でしょったと思うけども、もう普通に行きましょう。シンプルに、これはシンプルに上がっていこう。さあ俺の分かってから2枚さばいていく。ここでシーカーショック、ここでビリビリさせてほしいところ。はいナイスビリビリありがとう。ただの近距離、うわさばけちゃうマジで超強いやん。裏取りさせない、待ってね待って待って待って、今痛いね。あー惜しい、頭入ったか、くっそ。でもやばいなマジで負けてねえぞ俺。 SMG のように扱っていこうか。本当に火力すごいですね。ここにスイッチあるんですよ、ここにスイッチあってポチッと押したな、この階段階段ってか床が上がってきますので覚えておいてください。知らない方は今一人左に一人いましたね。ちょっと待ってね、まずはこいつをさばいてロングエル。あ待って、3、4枚はきついわ。テンペスト早くも溜まった、よっしゃ出していこうか。ちょっと待ってね、このロングテンペストポジションやからな。よし見せるとき来たか、しんちゃんパワー行こうか。じゃあそこにおるな、カットしていく、ポイント任せんぜ。しんちゃんパワーレッテラゴー、レッテゴー、来るなら来い、感電していく。これはもう頭出しで待ちましょうか。ひたすら来ることを願って感電させた、カットしていく、強いよテンペスト。まだ感電してるからね、あと10発ほどあるかな。もっともっと来てもらいたい、頑張って。しかっか来てんね、テンペスト、テンペスト、ほんでもってポイント付近にいるよね。センターから食い込んできてるか、なるほど。テンペスト外した、ただテンペストからのテンペスト、うまいうまいうまい、マジやばい、どんだけ連携で重ねてねんってぐらいやな。あテンペスト終わっちゃったが、ここはしっかりモズでワンチュースリーフォーファイブセクいいね、このハンドガンもレベル上げたいんですよね。ちょっととある動画を撮りたいということから、ハンドガンのモズのレベルも上げていきたい。後ろ大丈夫かい、ナイス勝利でかい、そこ抜いてくれたら俺ポイント入っちゃうわ。いやーここの入り方微妙だよな、ちょっと待ってね、奥からも来てるの分かってるけど手前からも来てるね。これは後ろから来てるよ、味方、あーちょっと気づいてないから味方、あーまだ気づいてない、頼むぜ赤田見てくれ頼むぞ。ポイント大丈夫かい、ちょっと一旦指出そうか、まだポイント停滞してくれてる、ありがてえな。ちょっとやばくなったら果てしのビッグウェーブ行くジョイ、さあエルストライク、これ結構美味しいんじゃないですか。もう流れていっちゃいましょうか。さあダブルキルエルストライク、一発フォアコーコーンと出しといて、裏手のところからあー倒せないか、まだ湧き立てだったか、あれはしょうがないね。トルクのやつ出されてるんで、ここ頭の足をしっかりとさばいていきたいところだが、うーん盾をうまいこと使われましたね。さあここからおーっと裏リス残り10秒なんで、初期ポジに戻る形なんで、何に打たれたの今、なんか後ろからすげえ勢いで撃たれたような気がしたが、
ちょ待って、めっちゃ俺これはしんどいか。一枚さばいたわ、いいけど、まあ二発目しゃあないね。一発当ててから味方がおお処理してくれた、ありがてえ。ナイスプレイ、ナイスプレイ。こっち来ると思うんだよね、ここのロング。やっぱいるよね。いや待って、きつい。あー、そこにヒートウェーブいたか。まあまあまあ、一枚さばいただけでもいい仕事をしたと言えるんじゃないか。さあ大丈夫か。今作の UAV の形かっこいいんでね、なんか長くて細くてあー危ないよ、勝ててしまうのか。マジやべえなSMG やんこれ、もはやもはや AR ではない、 SMG 枠組みに入ってしまう。この火力、右側任せていいかい。俺この AR ポジから敵を殲滅することに徹するわ。ナイスポイント、でかい。押そうぜ押そうぜ、次のポイント向こうだから。階段上げるか、階段を上げていく。さあ床が上がってきたんで、待って、タイミング狩り来るだろ、来いと言いたいが、待って、タイミングくー俺のなんかやられ方の格好すごかったっすね。俺の分かってんぞ、ここ1枚抜いて流れで2枚いい、回復しながら後ろから来てると見せかけて来てる、来るなら来い、後ろも怖い。あー待って、これまずい、ちょっと待ってくれ。今バレたよね、俺確実にバレましたよね。倒せるんです杖はランチャーぶち込まれたんだけど、きつくね。あ、ナイス、体力は200のアップデートじゃなくて上がりましたね。さあほんで敵が入ってるの分かってるんで、待って後ろかも来てんな。いやー勝てちゃうよな、マジで火力高いわ。いやトリプルキル、さらに あれはいいじゃん、あれまずいわ、あれ最強なんよな、あれほんまに倒しようがないからな。背後取る以外ね、今のところ攻略方法がない、最強のスペシャリストの一つではあるんで。さあ1枚切るよ、2枚3枚さばいて、これ3枚目さばけるか。俺ハンドガン切り替えてタットしていく、マジ強いやばいっすよこれ、どうしよっかな、ほんと強いわ、止まっちゃうぐらい強いね。UAV オンライン、近距離はハンドガンで、あーローにしたから倒してくれる、ありがとうね。耐える回復するぜ、左から来てんぞ、外周から来てんね、こっち来てよ、無理すんなよ。なんか俺有刺鉄引っかかってる、待って待って待って、いやマジか、有刺鉄さん忘れてたわさあさっきのポジションでもう一回テンペスト溜まったんで使っちゃおうか。味方が上がってくるような待つっていうのも作戦だよね。ちょっと待ってね、慎重に行こう。テンペストもったいなく、危ねえ、今テンペスト使っとったらもったいなくて、あーっちゃー出てましたね。よーし上がっていこうか。このマッドドックスも全然悪くないですけど、今作なんか強武器多すぎてどうしようかな、マジでどの武器もすげえ強いんだよね。それだか非常になんか、いやテンペストバッチリやん、俺テンペスト調子良すぎて困るけど、これウラリスかなワンチャン、どこ空きだこれ、おそらくこっち違うのかな、来るよね、感電来るか。あーヨゴルユーめっちゃいいね。いやテンペスト強えな、慣れてきたで、来るやろどうせ、おるよね、当てていく、偏差打ちもイージー、はいはい、マジ止まんねえぞ俺、俺にテンペスト持たせたら止まんねえぞ。奥から来てる、やば54キル13です、止まんねえな。これほんまに噛み合えば100キロペースですけども、マジでマジそんぐらいあるよ、めっちゃ調子いいわ。いやーこのマッドドックスのカスタムの良さがガンガン出てるから、テンペストも波乗ってるね。いや近距離余裕溶かしていく超強い、これ大丈夫かな本当に。でも絶対製品版だったら弱体化するんで、てかもう現段階でね弱体化アップデートがめっちゃ来てるんで、この強さを味わえるのは本当今だけだと思うんで、マジでお早めに勝てちゃうからね今の距離もAR だぜこれ、アサルトだぜこれ、この武器ナイス、処理でかい、そこさばいてくれるのありがたい。 UAV オンライン、さあ次は最初のポジションに戻るので、ここですね、裏取られてますけども大丈夫でしょうか。奥逃げたかな、任せるぞ、手前おるぞ、やられてんな、 UAV 破壊された、敵が引いてしまった、あーちょっとエンブレたね、もったいない今のは。さーてと上がっていこうか、シーカーショック、ま、なんだっけドローンか、行ってこい、シーカーマインショックチャージ、レッテゴー、1枚抜いて流れて2枚、いい、火力高すぎ、溶けていくやばいね。さあ奥から手前ですね、手前も問題なくさばけていく、ロングもさばける、これ本来 AR ですからね全距離対応型の武器とはこれのことかやばいな、褒めても褒めても足らねえわ、足らねえってかもうもっといろんなところが出てくるわ、いいところが。この距離はあーちょっと激怒だけども、まあ一回引こうか、
裏回られてそうなんだよね。ハンドガンのモズでやっちゃい、待ってね、来てるっぽいね。ここはさばいていく。このハンドガンもピカイチで強い。さあ次のポイントも取れてねんやん。敵がおそらくね、まあ、来るっすよね。さばいていく。強えなおい、マジでやべえな。ヘルストーム使っちゃおうか。待ってね、今俺の後ろにいたような気がする。待って待って待って、ここはまずいから。あーちょっと惜しかったな。リスポーン読んでた時はもったいないことしたな今の。ワンチューチュリーでこれで多分ポイントなんかは制圧できるんじゃないでしょうか。はい、1枚抜いて2枚抜いていく。悪くない、67キルやばいって、キル止まらんってほんま、キル止まりませんわ、強すぎて。マッドドックスやばいっすわマジで。いややばいな、ほんまにやばいな。この武器、この武器だけは分かってんねん。めっちゃ強い、マジでやばい、マジでやばい、止まらんねんけどほんまに。いやー強いね。これ終わっちゃうね試合が。さあこれは終わっちゃいましたか。71キル16です。32目標キル、やばいって。おお、ダメージ1万。おお、これすごいよ、この実況すごいわ。今スコアも9000出た。あとちょっとで1万やったんか。いやーもうちょっと試合が長引いてくれれば1万スコアいったな。うわでも1万ダメージはやばいわ。いや待って、このプレイさ、この実況の内容さ、俺の自分的になんか点数つけたらマジで95点ぐらいあんねんけど結構全部の動きが良かったと思われます。ということでね、今回はですね、最後にアンロックされるアサルトライフルラスボスですね、ラスボスを使ってやってみました。なんとね、与えたダメージ12,23ということで、見事1万ダメージね乗せることができて、スコアもね、もうこれはすごいですよ。9580スコアで、なんと71キルでレシオ 4.44 で16ですということでね、非常に、ハイスコアを叩き出すことができたんじゃないでしょうか。ということでね、今回のこの試合ね、ナイスマッドドックスプレイと思っていただけたら、ぜひ皆さんチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。